はい、どうもカボンです。動画見てくれてありがとうございます。本日はこちらのダブルマスターズ2022のコレクターブースターを開封していきたいと思います。ということで、前回に引き続きダブルマスターズ2022の開封になるんですけれども、前回はねドラフトブースター魔力の質が欲しくて開封してみたんですけど出なくて、結構ねこのコレクターブースターもこれ多分8ボックス目なんですけど、まだ魔力の質出たことないんですよね。なんであれ欲しいんですけどなかなか出なくてね、もう買っちゃった方が早いんじゃないかなっていう、なんかそういうレベルになってますね。じゃあ、なんとこのね4パックしかないこのねダブルマスターズ、しかも最近ちょっと値崩れしてきているというね、ちょっと悲しい宿命を負っているこちらをね開封しようかなと思います。さすがにねちょっと買いすぎましたね最初にね。こんなに値下がるんだったら後で買えばよかったな。はい、4パックですね。やばいっすねこの4パックなんだこの、なんだこれ、2万、今2万6000円ですよね。いやすごい時代になったな。よっしゃ、早速ね開けていきたいと思います。マジでこれよりファイリクシャー完全なる統一の方がいいカードが出るんじゃないかっていう、なんかそういう記載しておりますがまあこれはでもね結構使うカードがいっぱいあるからね、必須カード的なものですね。はい、まずはコモンが3枚4枚きまして、アンコモンが2つくるのかな、うん、違いましたね。コモンが5枚かで、アンコモン、なんかアンコモンだったっすねこれ、知らんかった。アンコモンが2枚来まして、ここからがフルアートか、フルアート、はい、スペルピアスが来まして、もう一つフルアートが来ますと、でここからがホイールなんですよね。ホイール、おお、四孔破棄のホイールですね。はい、プレイヤー1人を対象として2枚切削してカード1枚引くと、でもう一つフルアートが来ますよね。血の芸術家、これはこのアンコモンのフルアート枠の中でも当たりの部類かなっていう感じですね。まあ、ただあんまり僕使わないんですよね、うん、でここからがねあの勝負なんですよね。勝負、まず入ってるのが、レアか神話レアの通常のフォイル枠ですね。はい、ここでまず神話レアを引きたかったがレアでしたね。しかも白黒苦渋の覇気とか、ぐはははいまずあれですね、はいまず、はい、大ダメージを受けますと、ソリンがアバシンを苦渋のせい破棄しているという図が描かれた非常にエモいカードですが、はい、まあ強いっちゃ強いですよね。で次がフルアートのレアか神話レアの枠なんですが、もはや見えているレアの枠、はい、神々の憤怒ですね。これが最後のところで出てくるともう憤慨ものですね。はい、まあ、ここで出てくれたのはまだありがたいか。で次がエッチングレア、足がない、二つ身の炎とかかな、これこの感じ。あ、カオスバープですね。まあよくはないですねこれね結構逃走者で使われるカードなんで、逃走者の構築済みデッキによく入ってるカードなんですよね。ということでこの6000円、今6000円してるんですけど、6000円から出てくるカードとしては非常に悲しくなるカードですね。はい、まあ、ただねここまでがひどくて もう最後のね枠でマジでね大逆転する可能性があるんで、ここねマジでね、はい、テクスチャーっぽくはないな。テクスチャーっぽくないな。レア。神々の憤怒なんですけど、うわうわマジで、なんでここで出たのに、ここで出るのマジで言ってんの、意味がわかんないんだ、これ。マジか。やばい、やば。ダブマスト、ビップ版じゃないや。これ VIP 版？
ビッグパンじゃないわ。これ何これ、やばいぞこの、これ6000円が今これになりましたね。やばいですねこれ、マジでやばい、なんだこれやばい。じゃあもうね、いきますね。2ボックス目じゃないや、2パック目、これで1パック6000円でございます。やばいですね。非常にやばい、非常にやばい。しかも僕この買ったボックスの中からテクスチャーフォイルがまだ出てないというね。マジで1枚ぐらいは出てほしいんだけど、前のあの福袋で出たパックからは1枚出たんですけどね、全然僕が買ったボックスからは出ないという、なんかそういうジレンマがありますね。思考破棄、はい、若き紅蓮術師、はい、強い、これも強い、強いが別に来てほしくはない。トグルマキの向こうですね。セレズニアの世紀、はい。で、ここからがまず一発目ですね。いや、レアですね、レア。はい。黒いっすね。滅びとか？滅びですね。はい、かっこいいですね。かっこいいですね。もうそれしか言えないですね。はい。すべてのクリーチャーを破壊する。それらは再生できない。強い。で、フルアート、青い。フォースオブネゲーションだとありがたいが。おお、否定の力ですね。はい。やったぜ。これはね、非常にいいカードですね。非常にいいカードなんですがね。結構ね、当たってるんですよね。非常にそこがね、悲しいところですね。もうバインダーの1ページが埋まっちゃうレベルで、なんかで次がエッチングホイールですね。はい、エッチング、シンワリアが来ないぞ。444、何これ、444、黒い、玉児、シンワリアか。あ、外科的テキストありましたね、ありましたわ。はい。ただ、エッチングホイール、まだ当たったことなかったな、そういえば。意外とここの枠って、エッチングホイールの、該当数が多いので、なんか結構ね、なんか、枚数的には少ないんですよね、エッチングホイールね。で、最後、マジでお願いします。光り方的には、テクスチャーホイールじゃない。お！なんか、あれだな。スコット・M・フィッシャーさんだな。ここを見ると高層ビルっぽいけど違うんだよな。あれリリアナだっけ、あれリリアナっていたっけ。あー、こっちのリリアナ、そういえばいましたね。待って、これ神話レア出たんだけど、ちょっと待って、まずいぞ。大丈夫かこれ、大丈夫か。ちょっとなんかもうやばいんだけど。やばいぞこれ、マジでやばい。よし、3番目。マジでシンワリアが枠取られてしまった。まずいぞ、マジでまずいぞ。否定の力はまあいいとしてね、これも非常にまずいですね。非常にまずいです。ブルール。お、稲妻。このね、ホイール結構人気が高くて、ちょっとした、値段してるんですよね、これね。うん、かっこいいっすよね。4枚揃えたことないし、うん、これで揃えたい人っていうのも結構いるんじゃないだろうか。で、全長の壁。で、まず一つ目。あ、神話ですね。白かな。テフェリの防御かな。天使クリーチャートークンを生成する。何これ。あー、あれか、なんかあのトークンを飛行天使に変換するやつ。神聖な訪問ですね。はい、
これ神話レアだったんですね、そういえば。これ神話レアだったんだ。あ、で次も神話レアだけど、マルチのね神話レアはね大概大したことがないっていうね、なんか相場が決まってるんですよね。うわはー、セドリスさんですね。セドリスさん、こっちにあるクリーチャーは蘇生持つってやつですね。はいはい。まずいまずい、神話レア来てるけど、ほんとこれ大丈夫大丈夫、これ青赤千年嵐、ああ千年嵐ですね。はいはいはい、めっちゃインスタントソースあるよ、コピーするやつですね。唱えた分だけ、コピーが出てくるみたいな感じのやつ。はい、今のところね非常にやばいですね、これ非常にやばい。神話レア来てるとはいえで、テクスチャーフォイルでもないと。マークプールさん、あ、待って、マークプールさんってあれじゃない、玉児じゃない、違うか、待って、違う、白い、待って、パクトか、パーハーマニコンか、いやー、やっぱ、何これ、やばい、食べます、やば、もう魔力の質以前の問題ですよね、これ。あ、しかもなんかこれ、ペランペランってなんか、粉砕されている。よし、じゃあ最後、魔力の質のなんか痕跡一切見えないし、ことごとく外れのカードが出てくるし、もうなんかやばいですね。非常にやばいとしか言いようがない。なんか一番最初向いた時もこんな感じだったような気がすんな。確かなんかな。弱者なし、非常に強い。はい、発掘も強い。あ、発掘のホイールになった、強い。はい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 、マジでここでかかってる。もうワンボックス抜いちゃおうかな。まあ、動画として投稿するのは別の日なんですけどね。星、これも大したことないな。酒気の恐怖、3マナ星で自分の墓地にあるクリーチャーカードの枚数に等しいパートタフネスを持つと。はいはい。マジでやばレア黒みど、マジでね、このコヨさんのやつだよね、コヨさんですね。これね、暗殺者の戦利品か。はい、パーマネント破壊して、なんか基本土地カードを持ってくれるってやつですね。はい、非常に強いパーマネント破壊なんだけど、ってやつ、ってやつですね。で、エッチング、なんか来い、なあ、レアだ、マルチだ。クローバックスからアーティー。ハイレクシャーの防制ですね。はい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 、はい、これは非常にね、確かインベージョン、あ、プレーンシフトで出たカードですね。非常にコメントに困るカードですね。はい。で、マジでこれいいの当たんなかったらこのボックスやばいですよ。テクスチャーでもなさそうだし、レアだし、黒いし、待って、外科的的質ではないか。え、滅びか、これもしかして滅びですか。あ、外科的的質のフルアートホイールでしたね。やっばマジでワンボックス回収した結果こんな感じになりましたね。なんかちょっとね、値下がりするのも分かるレベルの当たりでしたね。唯一当たりなのが多分否定の力な気がしますね。なんなら前のドラフトブースターの方が熱い内容だったんじゃないかっていうレベルの、はい、そんな感じの大爆死でした。いやー、ちょっとね、もうワンボックス抜いちゃおうかな。多分動画にするのはまた別の機会になると思うんだけど、まあ、ちょっととりあえず開けてみようかなと思います。ということで今回は爆死ということで以上になります。また見ていただけると嬉しいです。それではまた、じゃあねー。